国道440号終点付近合格駅、愛媛県上受けなぐ熊高原町国道440号沿いにある熊高原町 A バスの駅、国道440号は愛媛県松山市から高知県高岡郡ゆす原町に至る一般国道である四国山地の山岳道路であり、境外な区間が多かったが、最近は改良工事が進められに車線化されているものの、 一部一車線の区間がある国道33号との接続は落ちでバイパスとしてループバッシュと2本のトンネルで結ばれ2003年に開通した愛媛県と高知県の県境となる地吉峠を通り四国カルストを縦断し四国山地が一望できるため季節が良い頃には交通量が増加する一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び 経過地は次の通り1956年当時、愛媛の県道には路線番号が振られておらず、管理番号がついていた。1972年3月16日に初めて、愛媛県道に路線番号が裁判され、記念すべき1号が裁判された。おちでバイパスおちでバイパストンネル日本本村トンネル、おちでトンネル橋3号に柳大橋、やふ大橋、土谷橋地、 カオル道路愛媛県熊高原町西谷と高知県、湯沢原町下本村との区間において、愛媛、高知両県に代わり県限代行直轄時、この地カオル道路の開通によって、区間の距離は従来の 23.1km から約3分の1の 8.9km となり、所要時間は従来の急道より約34分の短縮が見込まれている。災害にも強く、それまでは、 冬季の凍結、積雪により、年間50日以上も通行止めとなっていたが、道路標高が約400メートル低いち香る道路は、その心配はなく、大雨等異常気象による事前通行規制についても大幅に減少された。医療面での効果も期待されており、これまで、熊高原町、西谷地区では、最寄りの二次医療施設である。 熊高原町立病院までの所要時間は48分かかっていたが、近折る道路開通後に、湯津原町の湯津原町立国保、湯津原病院を利用すれば22分で行くことが可能としている。総事業費466億円規模で工事が進められてきたが、石灰岩の耐水層を貫くことから湧水が見られ、愛媛県側の掘削工事が工事が遅延し、事業費も加算でいた。 2008年に行った交通量予測で開通後の交通量は1日千台程度しか見込まれないことが判明し、道路建設の事業費と道路開通でもたらされる便益の比が0.5に落ち込むことから国土交通省は2009年3月31日全国17の路線とともに凍結を決定した。その後、地元を中心に 事業再開を求める動きが展開されたことを受けて、広報の見直しによるコスト抑制にも限界があり、費用対効果の改善は見込み薄であったものの、すでに工事がかなり進捗していたことと、防災、医療等の効果が期待されることなどから、2009年6月の事業評価監視委員会にて継続が妥当との方向が示された。同年11月7日に、シカオトンネルが開通。 翌2010年11月13日に、地下オル道路全線が開通した、トンネル日本地、カオルトンネル、横のトンネル橋18本、コミ橋、コミ第二橋、コミ高架橋、西谷橋、横の橋、西谷高架橋、三古谷川橋、三古谷川第二橋、鈴田川橋、長野古道橋、長野川橋、長野第二橋、長野第,橋長野第,三,橋長野第三橋、長野第四橋、 長野第五橋、井野谷川橋、井野谷川第二橋、電谷橋穴谷各福トンネル一本体制トンネル橋日本体制橋、新石市橋、湯洲原町各福すべての区間で、降水量が250ミリ以上で通行止め、冬季閉鎖で通行止めになる、積雪量25センチメートル以上より通行止め、ありがとうございます。